からうちで働いてもらうことになったガチルノだ。よろしくお願いします。いや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 、何を考えておられるのですか。お嬢様、またコウマ館を立て直すようである。そんなこと私の空間操作で何とでもなるわ。内装じゃなくて外観の話だ。いつまでもプレハブのままじゃ周りに示しがつかないんだよ。お嬢様がお嬢様みたいなものですから、そこまで気にしなくてもいい。通訳として悟りも用意した。いつぞやはどうも。よろしくお願いしますね、咲夜さん。クソ、読みにもよっちゃうだけで腹立たしいやつが。レミリアさん、咲夜さんがあなたのチョイスについて申し立てしたいそうです。いえいえ、そんな滅相もございません。じゃあ咲夜、しばらく面倒を見てやってちょうだい。マジかよ。あれ、悟り様は？プレハブの主さんと出かけたよ。なんで止めないの？仕事の依頼だって言ってたから。いや、こっちの仕事どうすんの？本編のオープニングからまだ増えてんじゃん。よその仕事を背負ってる場合じゃないって。以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいわ。紙芝居以外にも動画上げてるのでよかったらゆっくりしていってね。